ジャプニングストーリーズ。よおはようございます。皆さん。おはようございます。私たちは EFL 大学の日本語学科の2年生です。私はゾウと申します。私はアポルワと申します。アポルワさん、今日の天気はいいですね。あ、そうだね。はい。晴れているね。はあ、そうですね。私、今日のポッドキャストについて私たちは、変な友達について話します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、昨日私はなんかちょっと変なことを見ましたよ。何ですか？私と友達ね、カンティーンで、食事を昼ごはんを食べました。あ、そうですか。あと私の友達はどういうかな、昼ごはんの中に、はい、ご飯で台をつけて食べましたよ。ちょっとあれはちょっと変だと思いました。あれは変ですか？そう、変じゃないんですか。台って英語でカードですね。はいはい、そう、カードです。それはどうやって変ですか？まあ見たことがありますね、私にとっては。一度も食べたことないんですか？いえいえ、食べないんです。でも普通ですよ、私も食べるし。あ、そうなの？はい。南インドのほとんどの人はそうやって食べるんですよ。でしょ？わかりませんね。北東インドではあんまりそうではないけど。知らなかったよ。アプルバさんは、まあ友達が変なことをするなんか知りませんか？それは知っていますよ。そうですか。変なことをする友達はゾウさんですよ。私？はい、そうですよ。今は一つ二つぐらい思い出すけど、一つ目のは、何回も大学のサグルという売店で、はいはいはい、ゾウさんはブドウジュースでサモサをつけて食べるのを見たよ。それはとっても変だと思う。そうなの？あれは、まあ、普通じゃね？じゃねえよ、誰もしない。そうなの？私もそのことをするの人を見ません。見たことがない。ブドウジュースとサモサ。はい。でもプーバーさんも例えば紅茶とビスケットやクッキーやつけて食べますよね。あ、そうですね。それは紅茶ですね、ジュースじゃないんです。紅茶とビスケットやクッキーは普通です。他の人をするのを見たんです。私もします。でもジュースでサモサ一度も見なかった。そうかな。ゾウさんがするのを初めて見たよ。でも紅茶とクッキーとブドウジュースとサモサはまあ同じコンセプトじゃないんですか？同じじゃないと思うんですよ。ってジュースはジュースです、紅茶じゃないです。それとサモサはインドのスナックでしょ？はいはい。ジュースでスナックをつけるのは変じゃないかな。そうかな。やっぱり変だね。私はあんまり考えてないけど。もう一つもいるんですよ。去年の2月であったシンポジウムの時の話です。シンポジウムですか？はい。何か覚えますか？昼ごはんの時。いいえ、あんまり覚えてません。アイスクリームでレモンをつけて食べましたよ。 あれか。それは変じゃないか。とっても変です。変かな。
どんなことが変だと思いましたか？アイスクリームで誰もレモンをつけないんでしょ？まあ、あれはどういうかアイスクな。リームと何も食べません。でも、どういうかな。例えば、アイスクリームでもいろいろなフレーバーがありますよね。あ、そうですね。まあ、あれはレモンのフレーバーを私は作りますの、イそうンですスか。ルとか、まあ、そうですね。自分のフレーバーを作りましたはいか。はい、あれです。どうでしたか。美味しかったですよ。でも例えばいちごのフレーバーのアイスクリームです。甘いでしょ。でもあなたがやってるのはアイスクリームは甘い、でもレレモンはモンは酸酸っぱい。っぱい。そのコンビネーションは変じゃないかな。そうとは思いませんけど。 どうして思いませんか。まあ、甘いと酸っぱいは、まあ、コンビニはいいと思う、私にとっては。あの夜お腹良かったんですか。はい、大丈夫でした。だいぶ大丈夫だったよ。とても変だね。そうかな、私はあんまり考えてないんです。北東インドではしますか。はあ、そうですね。ここに人がするのを見たことがないんですけど、北そう東かでな。は普通ですか。わかりません。まあ、北東、私の場所ではと、例えばパーティーとか、多分ジュースとかケーキとかクッキーなどつけて食べた人が多く見たよ。あ、そうですか。それなら、お父さんのお話は、するのは、わかります。私だけじゃなくて、クラスのみんなは、ゾウさんのことは、とっても変だと思いますよ。そうでしたか。わかりませんでしたか？ いえいえ、わかる。 全然です。ゾウさんの話を聞いたらみんな、わかるかどうかは知りませんが、一度話してください。ああ、私の話を聞いたらと多分想像しました。多分で多す分よ。ですね。まあ、変なことは多分場所によって違うと思いますね。好き嫌いは人によって違うんで、違いはい、ますね。そうですね。そうだね。ゾウさんも一度だけカードライスを食べてみてください。その後決めてください、変はい化はい、がいいか。ぜひやってみます。それで、今回は、今回は他のポイントは覚えませんね。そうだね。でもたくさんあるよ。私たちはとっても相談しました。そうかな。はい、気をつけます。また、漬物について話しましょう。はい、では、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ジャップニングストーリーズ。よー。